そなたの働きは見事であった。褒美をやろう。へへ、おさまとれ。はい、どうも。モニラの箱庭、モニラと申します。今回からこの、ファンデーション。をやっていきたいと思います。なんかどうやら、時代背景は中世の世の中らしくて、王様なんかな、なんか領地くれるって言うんで、ちょっと、領主になってきますわ。早速、行ってきます。ニューゲーム。あ、結構選べるんや。やるやん、王様。いろんなとこ選べる。川。あー、どこがいいんやろ。一番初心者向けってことなんかな。理想的な環境が揃ってますやから、多分ここが初心者マップってことかな。あ、ここは川がいっぱいあるから橋を架ける。ここ多分山の奥やから、釣りができないことが人を養うことをより難しくさせています。高低差、多分高低差は厳しい。ここかな、ここかな。初心者なんでここにします。ヘルプ出た。町の中心地、最初の領地。ここで見れんやったら、まあまあまあ、だいたい似たような感じなんかな。オッケー。選べんのな。はじめ。あ、間違えた。マップ動かすとして決めてもうた。やってもうた。ああ、ここ、ここになりました。うちの領地。やらかしたー。ああ、で、近くで、ね、ちっちゃ、鉱脈が発見されました。いで、何すんの？クエスト、あ、ここに出てんねや。村の中心地を建てる。これ？あ、これか。え、これが中心地なん。え、やば。何？中心地ってもう箱しかないけど。ああ、アップできた。中心地は、上かな。勝手に選んでもうと、もっとなんか川のそばのこっちら辺とかが良かったんやけど。勝手に選んでもうとかな。中腹にしようかな。ここ。こう。ん？ちょっと待って。あ、ちょうね、行きたい。あ、ここか。はいはいはい。わかりました。ダブル ASD で移動や。あー、うちの、待って。なんか、目かっぴらいてはるけど、大丈夫あなたたち。ちょ、待ってな。これ、カメラの動かし方独特やな。うん。わかりました。ダブル ASD で上下左右。マウスでアップダウン。で、Q と E でカメラを触れるみたいでした。なるほど。よし。ということで、建築士の小屋を建てる。これかな？建築士の小屋を建てる。建築士の小屋は、木の横がええよな、多分。ここ！建ててください。お願いしまーす。誰が建ててくれんの？あ、もう建ってんの？これ。あ、建ってんの？あ、もうこれでええの？あ、ちょ待って。新しい建築士を割り当てる。どうやって？あ、ここな。ここに、割り当てます。はい。適当に割り当てられるのな。お願いします。誰が行きました？ 3人割り当てるのってこと？ここでな。あ、で、伐採場作る。オッケー。あ、わ、めっちゃ増えてる。あ、めっちゃ増えました。これか、伐採場。多分この円の中の木を切るってことでしょ。で、この辺でしょ。これさ、村の範囲外はどうなん？ここは。この円の中で伐採と植林としてくれんのかな。立ててください。ほんで、これとかは？ペイントって何？ああ、こういう感じなんや。採取。植林。うん。立ち入り禁止。植林。うん。この辺を、あ、
あーなるほど、こうやって囲えんねや。あーなるほどね。ここはじゃあ植林してくださいね地域で割り張ってんねや。なるほど。あ、穴開いてもだ。そう。で、これを、ここだから伐採と植林を繰り返してください地域にします。はい。あ、こんな感じで、なるほどね。あ、これちゃうわ。伐採ちゃうか。採取やった。これや。あ、木の橋ね。あ、伐採所できた。で、ここでまた割り張ってるってことでしょ？うん。オッケー、できた。結構シンプルなやつやね。あ、うん、勝手にやってもうた。先にチュートリアル飛ばしてもうた。わーすごい。これちょっとカメラ難しいな。すごいすごい、切って貼ろう。こうこうか。あーもう終わってもうた。ちょ待って、見てる？今見てんの？ちょ、カメラがまだ慣れてへんのよ。待ってくれる？これ何本で？失業中、ちょっとうるさい。こうか。あー、カメラ難しいわー。わからんわ。もうこんな感じ。なるほどね。で、君たちはサボってると。ほんで、これをさ、多分取れって言ってるでしょ、今。生産する？生産するって何？これ立てなあかんのかな、じゃあ。そういうこと。てか、ベリーこんだけしかないの？やばない。もうここしかないんやけど。はい。ん？間違えました。これを、こう、立てて。あ、いた。今この人が、あ、これ、そういうことな。建築士の仕事中です。この人が今、これなんや。へぇ、なるほどね。え、待って、建築士のレベルとか、レベルあんの？あ、そういう感じ？ほんで、君たちサボってはるん。村の中心地、これでええの？なんか持っていったっけ？これでええの？中心だ。ええの？今、一応、村人は8人。人数、幸福、食料、水。水とかもいんのか。失業中が4人。今、半分働いてます。ベリーの実を生産するっていうのがわからへんけど、多分これのことやな。きっと。あ、待って！道できてる！わ、すごい！勝手に道できんの？おもろ。みんなが歩いてるとこ、道できんねや。すっごい。わー。うわ、おもろ、これ。マジか。お、できた。いいで、これで、割り当てる。プレス3人。暇な人まだ4人おったから。すごいな、こうやって道できんの。めっちゃいいやん。あ、撮ってる。かわいい。なに、かわいい。あかわいい。めちゃめちゃ燃えてる。めっちゃ燃えてるね。うわ、かわいい。何この人たち。かわいい。え、で、なんやっけ。かわいい言うて見てる場合ちゃうかった。資源を蓄えよう。はーい。食料倉庫。食料倉庫を、なんかこういう、斜めのとこに建てたいかったっけど、わかんない。書いてるができる。あ、間違えた。これ、ちょっと待って。ちょ、え？これキャンセルしたい、キャンセル。キャンセルしたい。出てんの、キャンセルかな。キャンセル。これ、破壊するで。あー、なるほどな。これでいいんや。これを立てろって言ってんねんけど。あった。コントロールや。コントロール。あー、なるほど。ここ。よし。お願いします。これ、早く立ててくれへん。今のそういうことなんか押さんとあかんかったもしかして。石がない。何、なんか塞いでもんの。ここあかんかった。塞がれてますって言われてる。近すぎたってことか。これあれか、一緒になんか重なってあかんのかな。青いとこ、こういうことかな。石どうやって取る。石がさ、石
石どないすんの？石誰も取りに行ってくれへん。サボっとるし、こいつら。これ取ってよ。そもそもさ、石がないからここに立てられへんのよ。立てられへんのよ。石がよ。取ってくれよ、石。石ないん。うん、じゃあ、あの、石をさ、石を取ってくれんかね。石、石。めっちゃサボってはるやん。ちゃうね、石取ってって、ここの石。石をさ、取れて、取ってよ、この石を。石取って。叩けんよ、これ。石を取ってって言ってんの、ここな。え、なんで取ってくれへんの？え、全然、全然言ってくれはれへんけど。わかった。そらね、取ってくれませんわ、石を。これした。これやん。めっちゃ探したわ。これ立てなあかんねや。頼みますわ、これ。石がないことにはね、食料倉庫がね、立たんのですよ。いけいけ、お。これを、これをね、こうすると、これ。これを発見しました。頑張れ。あ、そっか。これを立てんのに邪魔やった。ごめんね。ええな、これ。あれ、あの、なんか、これは。かわいい。なんか、これは。なんか、これは。顔よ。顔。こんな人笑われてると思ってはれへんやろな、この人。めっちゃおもろい。サボってる。ちゃうね、サボらんで。あ、この人も言ってる。いけ。この人は。お、立て始めた。お、なんかできた。どっか行ってもうた。あ、ちゃんと道できてるわ、もう。すごいね。道できんの面白い。頑張れ、みんな。ここ、ちょっとさ、小高いところに中心地置いてもんだからさ、一回一回ここに帰らなあかんのかな、みんな。みんな、ちょっと足腰強なってまうな、これ。いいか。お、できた。あ、5人まで行けんの。でもな、一人しか無理なの。こんだけしかないか、結局さ。お、来た。何かぶってはんの？あ、かぶってんちゃうにゃ。え、かぶってるやんな。何かぶってんの？何かぶってるそれ。かぶってんの？そういう髪型なの？あの、給食のおばちゃんがかぶってるような帽子やんのこれ。あの、めっちゃ昔の昭和、明治とかその辺の、なんか水泳の時にかぶってそうな帽子。こんなんじゃなかった？めっちゃ一生懸命撮ってくれてはるわ。これで多分そろそろ、ああね。あ、石を取りに行ってくれてたんや。あ、なるほどね。頑張れ。お、もんちゃんもんちゃん。来た。いいよ。お、結構立派な感じのが立つ？あ、これで石がいるんやったんや。結構見てんの面白い、これ。わあ、すごっ。この辺まだ資材か。できてきてんね。お、できた？できました。いいで、当てる。できた。新しい運び屋を割り当てる。まあ、暇な人おらへん。医師の人を一人減らそう。オッケー。これで今んとこ、暇な人がゼロ。8人で頑張ってくれてる。うちの領民たち。領地って言うてもまだこんだけやから、村か村ですらなってへんけど。村人たち。働くがよい。いで、ベリーの実を食料倉庫に割り当てる？あ、これか。あ、こういうこと？はぁ、なるほどね。あ、じゃ、ここにベリーを貯めといてねってことか。なるほどね。こんな感じか。多分、初めはここでクエストが出てくれるんや。
で、これをやっていって、どん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 町を発展させていって、いずれはここら辺の土地を全部買い占めて、私の領土にして王国を築けばいいってことな。オッケー、わかりましたよ。今はまだまだ村とも呼ばれへんぐらいの規模やけど、ちょっとぼちぼち徐々に頑張っていこうと思います。それでは、今回はここまでにしたいと思います。また次回も見に来てください。またね。バイバイ。